はい、えー、今回はね、ぶっ込みのタクということでね、暴走族を取り上げていこうかと思います。まあ、私が10代の頃っていうのは、まあ、暴走族の前世紀というか、クライマックスでもうそろそろ終わりになるんじゃないかなっていう時期だったと思います。で、当時っていうのは、自分のバイクとか、自分の生き方や考え方とかね、尖った精神っていうのを表現する場所っていうのが、まさに暴走族の集会でしかなかったんですよね。で、そこから発生して、あいつ暴走族入ってるらしいぜっていうので、ちょっと箔をつけてですね、 で、えー、まあ、実生活でも影響力を及ぼすみたいな形だったと思いますけども、今、暴走族みたいに、バイクを買ってね、なんか集まって、危険を犯して、こう、警察に追われながら、あっちこっちでトラブルを起こしてっていうリスクを負わなくても、その自己表現っていうのが、穏やかにインターネットでできるようになったんでしょうね、きっとね。で私の結構好きなコミュニティ、いくつかあるんですけども、その、自分の自慢の車を撮影して、それをなんか見せ合うみたいなところがあって、そこにはね、人物がほとんど出てこないんですよ。でも 1> 1つの車、セルショーならセルショーシーマンだったらシーマンをいろんな形でねこうカスタムしてるんですよねでそれを内部をカスタムしてる人と見た目をカスタムしてる人と両方やってる人ともう本当になんかこの人は自己主張強いなみたいな感じがあったりとかあ二台所有の人いるんだとかね同じ車を二台持っててそれぞれ別のなんかあーデザインしてるとかねでまあ普段はこういうのは乗れないんで軽自動車ですみたいなお笑いがあったりとかね で、そこでは、なんか、脅しとか、なんか、オラオラとかないわけですよ。で、昔はその、暴走族みたいに集まったら、とりあえず、なんか、生きがらないと、格好つかないんで、無理してやってるところもあるんですよね。だって、その、喧嘩の一つもやってないと、格好悪いから無理やり喧嘩するみたいなところとかね。 <laughs> それでなんか絆創行とかしながら学校に来たらちょっとかっこいいみたいなねそんなおかしな価値観ありましたけどもでも今はねそんなことわざわざ演出としてしなくても本当にまあ自分の価値観とね似たような人と気が合う人と集まることができたりとかで気が合わない人とこうディベートする場所を作ってなんか論破合戦とかしてなんかブレイキングダウンみたいなのがあったりとかね。 価値観の変革っていうのはまさにすごく大きく起きたのがインターネットってもんじゃないかなと思うんですよ。場合によってはそのインターネット上の自分を演じることができて普段はそこを隠してるみたいな人間の持ってる二面性三面性っていうのをね、えー、十分に演じることもできたりとかっていうのも面白かったんじゃないですか VTuber さんとかコスプレ YouTuber さんとかっていうのはまさにそうでなんかいろんなアニメのキャラクターとかになり変わってその喋り方とか特徴とかを表現してる YouTuber さんは やっぱそういう真根っが好きな人が集まってね、視聴者になっていて、これもなかなか人気を博しているところもありますし、そういうのでオフ会をやっていったら、まあなんかね、そこそこ盛り上がったりとか、実際に会ってみたら、編集した動画を編集してないリアルで見ると、なんかつまんない人みたいな感じでシーンとなったりとかね。いろいろ面白い、うん。まあ、あの、私の場合はなんか、会っても会わなくても同じような感じなんで、すごく楽ですけどね。いやー、暴走族ね、ぶっ込みの卓。うん、懐かしい。 なんかその暴走族のコスプレをしてしゃべあの走る人が本当の暴走族を呼び寄せてゃってなんかお役ごめんというかねご用になったっていうもあったみたいですね。言ってらっしい